暇だな。暇すぎてずっとソファーを行き来してるわ、こうやって。暇だな。赤坂どうしたんだ、今日テンション低いね。ねんねんね、赤坂なになに、どうしたの、ほら、早く要件を言わんかい、こらー。痛い、死ぬ死ぬ、赤坂君、それよりね。早く言わんか、こらペットが欲しいの、猫ちゃんが欲しい、猫ちゃん買って。ほんとに、じゃあ、赤坂見といて、見といて。にゃー、赤坂猫だよ。こんな気持ち悪いのいらない、もっと可愛い本物の猫ちゃんが欲しいのよね。あれ赤坂くん、どうしよう。あ、ちょっとすねないで、赤坂くん、すねないで。何寝とんねー。赤坂見て見て、猫が欲しすぎてもう猫小屋作っちゃったの。ほら猫をね、噛んでしてるとこ。まだ、なんでお前ダメージ受けてんの。え、なんかここ、え、痛い。赤坂行ってみて。あれ、なんかお前だけダメージ受けのフェンス、これもしかして。お前こんな場所に猫入れたらやばいだろ。猫飼ったらフェンス変えるけど。猫飼って、猫ちゃん可愛いじゃないの。欲しいわ、猫ちゃんが。お前が猫飼っても三日坊主で世話しないんじゃねえか。いやいや、私は三日坊主なんかじゃないわ。ちゃんと世話をするのよ、一生ね。わかったか、お前本当に一生世話するんだぞ、飼ってもいいけど。飼って飼って。ああ、もうしょうがない。じゃあ飼おう飼おう。あ、やったー、やったわ。飼おうっていうか、おいや、お前が飼えよ。任せなさい、赤坂くん、ちゃんと管理はしますから。いや、俺お金持ってないし、お前が飼えよ、ちゃんと。あ、わかったわかった、じゃあ私が飼うわ。で、スマホお前がちゃんとするように。はいはいはい、赤坂くん、クレジットカードでね、ちゃんと買うからね。はい、もう、はい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 、やばい、私のお金。ちょっと待って、お前貧乏人なのにそんな世話する余裕あんのか。誰が貧乏人じゃ、お金あるわ、ちゃんと。お前自分のご飯もないぐらい貧乏だろ。いやいや、私はダイエットのために食べてないだけだのよ、あれは。言い訳が苦しいな。言い訳じゃないわ。ここがペットショップじゃない、確か。お、ここがペットショップかしら。おおほほ、最強まんじ。ダッサー、なにこのペットショップ、クソダセーじゃん。赤坂、ここほんでペットショップかしら、そもそも。てか、ペットショップって一言も書いてないし、なんかヤンキーのイラストあるし、クソダサいし、なにこれ。赤坂、怖いんだけど、入っていいのかしら、ここ。あ、でもなんか、ペットショップ店員しぶちって書いてるから、ペットショップだよ、これ。あ、ここなのね、なんか、センスが悪いわね、センスが。ペットショップとは思えない絵が重ねてるけど、こんな場所に。あ、でもちゃんとペットいるよ。あ、ほんとだ。あら、かわいらしいわ。こんにちは、ペットちゃん。あ、3億5千万はぁ、3億5千万もする。猫じゃねえな、これ、狼だな。高すぎないかしら、ここ、ぼったくりなんじゃないかしら。あ、上は猫だよ、ちゃんと。あ、上猫よ。1億円。1億円。あ、でも下の狼よりは全然安いよ。これにする。ちょっと待って、赤坂くん、1億円はさすがに払えないのよ。お前、損害の覚悟がないのに猫買おうとしてるのか、ふざけんな。ちょ、1億は高すぎるって、それにしても。あ、これとかいいんじゃない、狼だけど、一なゆた。かわ、一なゆた、ちょ、一なゆたってなんだ、ちょ、もうわかんないわ、高すぎて、ちょっと。ちょっと桁がバグってるね。あ、上のこれだね。あ、ピンクで可愛い、ほら。え、可愛い、これ。100円。え、100円？赤坂くん、この猫を買いましょう。私みたいで可愛いじゃないの、ピンクで。あとは、15万3500円、1万5000円。てか、1万5000円の場所に関してはもうねえじゃねえか。ピンクで可愛いわ。値段関係なしに、この子が可愛いわ。買いたいわ、買いたい。よし、じゃあほら、買おう、買おう。え、壊しちゃっていいのこれ。あ、こういうのに大丈夫なのかしら。あ、俺ちょうどね、リード持ってきてから、じゃあこれで、よいしょっと、オッケー。ちょうどすぎる。この店員にバレないように盗んでいこう。あれ、100円、あ、よし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 。あの店員バカだな。いや、可愛らしい猫ちゃんじゃないの。ぶっちゅ。お前、殺す気か。コロさんは猫可愛いと思う人はチャンネル登録と高評価お願いします。お前、猫の知識ある？あるわよ、もちろん。じゃあ、お母さん、猫にチョコレート食べさせていいか、ダメか、どっち？俺はもちろんいいに決まってるでしょ、あんな美味しいもの。ちげえよ！痛い痛い！あ、ダメ！あ、ごめんなさい。いや、ちゃんと調べます。すいませんでした。そんな知識で買おうとすんな！だから、なんでお前のペットなのに俺が連れてきてんの？お前がやった方がよくね、このリード係。あ、いやいやいや、でも赤坂がたまたまリード持ってたからね、頑張ってちょうだい、そこまでは。まあまあ、そこまではいいよ。よーし。あれ、あぶねあぶねあぶねえ、バカ、猫ちゃん落ちるところだ、あぶねえ。ちゃんと管理せんか。じゃあお前がリードやれや、この野郎。ごめんなさいごめんなさい、あー、すいません、猫ちゃん
可愛らしいわ。じゃあ早速ほら名札で名前つけてあげようよ。どうしようかしらね。決めちゃうわよ。よし、じゃあ名前を命名するぞ。おー、なんだなんだ、どんな名前するのかな。可愛い子だから可愛い名前してくれよ、ちゃんと。ピンクで可愛らしいからね。なんだなんだ、さあ来るぞ。ピンク、いや可愛らしいわ。お前いつピンクやないか。誰がいつピンク、いいじゃないの、ピンクで可愛い子だからピンコなのよ。まあいっか、まあいいよいいよいいよ。このピンコちゃんさ、ピンクで可愛いじゃない。私みたいにしたいからこれにねちょっとサングラスつけようと思うんだよね。じゃあ一回かけてみて。じゃあ一回かけてみさせようましょう。いくわよ、せーの、ほらどうかしら。うわすごい、可愛いでしょ、ほら可愛いな。おかんがピンクのサングラスかけたらダサく見えるし気持ち悪いので、もう猫がつけたらめっちゃ可愛く見える。さすがだな。なんちゅうこと言うんじゃこら。じゃあこれ餌あげないと懐かないから、餌あげないとダメじゃない。あ、そうね、餌をあげましょうちゃんと。これ何あげたらいいかわかるから、ちなみにわかるよね、存命の知識あるよね。わか、もちろんよ。これ、うわーわー、おい大福やないか。あ、大福は違うか、さすがに。お前バカか、お前。あ、すいませんすいません、猫に大福食わせんだ。しかも、バカでかかったの今。すいませんすいません、じゃあこれかしら。いや、死ぬ死ぬ。フグダメなの。人間が食っても毒受けるだろそれ。あ、そっかそっか、やばいやばい、危ない危ない。違うわ違うわ、これじゃないかしら。あ、割と妥当だけど、人参か。一回やってみて。人参じゃないのかしらね。ほい、あれあげれない、そもそも。やっぱりさ、猫には魚じゃないの。魚一応持ってるわよ、焼き魚も。ほらほら、やってみてやってみて。はい、これどうやってあげるのかしら。魚じゃないのかも。焼きタラかしら。めっちゃお前握られてる。やっぱ嫌われてる。臭いんかな、おかんが。臭くないでしょ、ほらね。ほらほら見て、絶対おかん臭いやん、ね、ずっと握れるぞ。ほら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 、ねえ、私臭くないからあげれないんだけど。ほら猫ちゃんを食べ、あー食べた。おー、お前生鮭じゃねえか。お前可愛らしいわ、猫ちゃんが生ジャケを食べているわ。まだ懐いてないから、ほらもっと食べさせろ食べさせろ。クエクエクエ、あー懐いた。あー禁止しちゃう、可愛い。あ、これフェンス変えないとね、死んじゃうわ。よーし、赤たかったくん今噛んだな。よし、お前しっかり噛んだぞ。猫ちゃん食べる。ほら美味しいよね、美味しいよね。なに、眠いんだけど。ちょ、お前待て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 、聞け聞け。はい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 、猫飼って3日が経ったけど、お前世話してるかちゃんと。してるわよ、ちゃんと猫ちゃんをね、こうやって、うん、かわいいね、うん、よし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 ってやってるわよ。見てるだけじゃねえか、猫のことを。ちゃんと餌とか与えてんのかて。与えてるよ。誰が。二人でね、一緒に与えてるじゃないの。お前初日だけだろ、与えたの。いいって、いいって。お前放棄してんだろ、世話を。いやいや、トイレの世話とかもね、ちゃんと。俺だろうが、それしよ。いや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 、やりますやります、ほらやりますから、今からね。はい、ほらほら、お食べ。あー可愛らしいね。ほらやってるじゃないの。こいつマジで3日間俺がずっと世話してんだよな、あいつやんなくて。これはさすがにひどいから、おかんを3日坊主にさせないために何か作戦をやるしかないな。そうだ、猫が行方不明になったドッキリをして、猫がいなくなったら心配してちゃんと買ってくれるんじゃないかな、おかんも。ってことで、おかんが寝てる間に猫を安全な場所に避難させたいと思います。あ、お母さん寝てたから寝ていいよ。あ、寝ていいのかしら。じゃあ、あとちょっとその間お世話頼んだわよ。いつもやってんだからね、お世話ちゃんと、私はね。うん、よいしょよいしょ。よしよしよし、おかんが寝たんで、ちょっとペットね、こっち来てね、こっち来てね、ちょっとごめんね。よし、こっちだよ、僕の部屋においでってことで、しばらくの間はこちらの村人さんにね、この猫のお世話をしてもらおうと思います。いや、前から思ってたんだけど、この村人さん、すっごい僕の顔似てるよね。まあ、気のせいなんだろうけど。じゃあ、お世話の方よろしくお願いいたしまーす。にゃむにゃむにゃ。にゃむにゃむにゃ。はぁ、ちょっと猫ちゃんの世話でもするか。あれ赤坂？はい。猫ちゃんどこ行ったの？さっきまでここにいたのに。いや、それがね、俺も猫ちゃんの姿を見てないんだよね、ずっと。あ？あ、あ、ちょ、あ、嘘でしょ。え、どこ、なんか窓ガラスが開いてるんだけども。もしかしてこれ猫ちゃんが窓ガラスめちゃくちゃ割ってどっか行っちゃったんじゃねえの。ちょっと、
マジでいますいますどこに行ったのかしら、まさか。いや、そんなわけないわよね。まさか溶岩の中に。おっかー、そんなわけないわよね、猫ちゃん。ほら、お前が世話ずっとしてなかったから嫌になって出てったんじゃねえの、猫。私のせいなのかしら、やっぱり。赤坂が世話してなかったからじゃなくて。いや、お前が世話しなかったからじゃないの。俺だって世話してたよ、ずっと。ごめんなさい。どこに行ったのかしら、猫ちゃん。あー、いた。あー、あー、助けてー、助けてー、うえー。おかーん。いやー、猫がいなくなってからあいつずっと何もしないんだよな。あそこの部屋にいるんだけどな。この俺の部屋にずっと猫ちゃんいるんだけど気づいてないからな、こいつ。猫ちゃんはもういないのかしらね。私が悪かったわね。ちょっとさすがにかわいそうになってきたな。10日間も猫ちゃんに会えてないから。おかん、もしかしたらちゃんと世話するっていうことなら猫ちゃん帰ってくるかもしれないよ。それだったらいいんだけどね。もうちゃんと世話するからね、本当に。それだったらね、もうちゃんと世話するって叫んだら来るかもよ。本当に一回やってみて。ちゃんと世話しますから、猫ちゃん。よいしょっと、よいしょ。お前だったんか。いや、でもこれちゃんと反省したでしょ、おかんも。そこにいたのね。ちゃんと世話すると約束するか。約束するわ。いや、ちょっと世話してもらってた人にちょっとお礼を言いに行きましょう。あ、そうだね、そうだね。この人がずっと世話してくれてたから。いや、この度はあり。赤坂の分身かしら、この人は。なんか似てるってよく言われるけど違うからね。めちゃくちゃ似てる。なんか赤坂に鼻がついた人みたいになってるわ、これ。どっちの方がかっこいい？いや、こっちの方がなんかイケメンでダンディーだわね、この人の方がね。あ、マジの、何した？おーい。あれから3日だったんだけど、あいつまた世話放棄して俺に世話やらせてんだよな。おい。いて、お前最近また世話してるよな、子猫のこと。え、してるわよ。いや、してないです。してるしてる、ほら見てて。いやー、かわいらしいね。あ、ステキいるね、魚いるかしら。はい、あ、違う、見せた魚いるかしら。よいしょ。あー、かわいらしい。ほら見て、こんな感じだけど、いつもこいつやってないからな。ちょっともうこれは罰として、俺が猫になってあいつのことを懲らしめるか。よいしょったー。あれ、猫ちゃんが2人いるわ。あれ、なんだこれ、猫ちゃんが2人いるぞ。いやー、こっちはピンクの方が可愛いわね。え、こっちも可愛いけどね。ピンクのこっちの方がちょっと愛着が湧いてるわ。この猫何なのかしら、どこから来たのかしら。お前、え、正直に言え。喋ってる。え、世話やってないだろ。なんだこの猫。正直に言え、正直に言え。やってますわよ。正直に言ったら何もしない。あ、ほんと、あ、正直ちょっと赤坂にちょっと頼ってるとこあるかしらね。いて、いた。え、ちゃんと自分で責任持って世話しろよ。ごめんな。